溶接の作家伊藤計画。2007年虐殺機関で鮮烈なデビューを果たす。描かれたのは人類を殺戮へと駆り立てる生命のプログラムとそれに立ち向かう戦士の物語。それから2年後、ハーモニーが彼の遺作となる。描かれたのは息苦しいほどに優しく捏造された世界とそこで行き場を失った魂の叫び、そして序文だけが残された死者の帝国。物語は盟友炎上等によって書き継がれることを望んだ。それは死してなおこの世界にあり続ける魂の物語。虐殺機関ハーモニー、死者の帝国。2015年、劇場アニメ化。僕たちは彼が計画した世界を生きる。